開催させてくれてありがたいと思ってます。安心しました。改めてみんなの顔見れて。昨日能登町で開かれたのは20歳の集い。本来は1月7日に行われるはずでしたが、能登半島地震で延期に。およそ7ヶ月遅れで実施されることとなりました。会場などではあるプレゼントが用意されていました。すごいお似合いですよ。ありがとうございます。金沢備線の生徒たちが作る聖火の花飾り。さらに、はい、そのまま体もうちょい回してから、そこから顔でグイってくれる、プロのカメラマンによる写真撮影。プレゼントを企画したのは能登町を盛り上げる団体の代表、辻野実さんです。せっかくなら楽しい思い出もっと増やしたいなと思って、苦しかったあの時忘れるぐらいみんな笑顔になるような日を少しでもなんか手助けできたらなと思って企画しました。花飾りも撮影も全て無料。出席者だけでなく家族や関係者にも無料で贈られ、会場にはたくさんの笑顔があふれていました。嬉しいです。可愛くて良かったです。本当に感謝した。レッツゴー。そして始まった20歳の集い。松並や荻など4地区の対象者115人のうち88人が出席しました。能登町で育ち、これまで学んだことを糧とし、努力を重ね、自分の道を切り開いていきます。今年は元日から大きな地震が発生し、仲間たちが多く被災しました。能登の復興へ向け力を合わせていきたいと思います。自宅が被災した出席者もいる中、ふるさとの未来を担う若者たちの表情は晴れやかでした。地震を乗り越えた仲間でもありますので、まあ普段の幼馴染と会うっていう気持ちよりかはまた特別な感情に浸ることができます。こっちにいないんですけど、遠くからでもできることがあれば何か参加したいなって思います。未来ある地元の若者たちにどんな思いを託したい。でも頼んだです。できるだけ彼らも、ね、この街に残ってもらえるように僕ら頑張るから、あとは頼んだっていうこんな感じです。